の元バスケットボール選手。現役時代には NBA のオクラホマシティサンダーのフランチャイズプレイヤーとして活躍した。主なポジションはパワーフォワード。アイオワ州フォートドッジで育ったコリソンは1999年アイオワフォールズ高校からマクドナルド・オール・アメリカンに選出された。高校の最終学年においてコリソン率いるチームは1年間でわずか1度しか。 敗戦を経験しなかった。カンザス大学に進学したコリソンは、同じアイオワ州出身のカーク・ハインリックとコンビを組み、2年連続で NCWA トーナメントのベスト4に進出した。特に2003年には、ビッグ12カンファレンスの歴代最高得点を記録した。この年は、名門デューク大学との試合において33得点19。 リバウンドを記録するなどの大活躍を見せたが、NCWA トーナメント決勝においては、カーメロ・アンソニー率いるシラキュース大学に81の78の僅差で敗れた。大学在籍中に、コリソンは代表チームに選ばれ、2002年のバスケットボール世界選手権にアメリカ代表として出場した。2003年11月25日、4年間の活躍により、 コリソンの背番号4はカンザス大学の永久決番とされた。2003年の NBA ドラフトにおいてシアトルスーパーソニックスから一巡目12位で指名されて NBA 入り。しかし最初のシーズンは両肩の故障に見舞われ、翌年2004年11月3日のロサンゼルスクリッパーズ戦でデビューを果たす。その後2008から09シーズンより、 チーム移転に伴いオクラホマシティサンダーとして再出発してからもコリソンは1チーム一筋で活躍している。2015年2月3日、サンダーと2年750万ドルで契約を延長した。2017年7月14日、コリソンはサンダーと1年契約で再契約し、2017から18シーズン限りで引退することを表明した。 2018年5月10日、引退を発表した。シアトル時代も含め910試合に出場した。2019年1月12日、サンダーは、コリソンが着用した背番号4を永久決番とすることを表明。サンダー史上初の永久決番となった。リバウンドに強いインサイドプレイヤー。 ポジショニングに優れ、ゴール下から確実に得点を重ねることができる。アンセルフィッシュで、戦術理解が早く、周りを生かすパスを出せることからアメリカ代表チームの常連でもあり、2008年北京オリンピックの際も、最終選考まで名前が残っていた。ありがとうございます。